限定的食材は、イエス・キリストの十字架の贖がないの死は、救いに選ばれた者の,のためだけであり、すべての人のためではないという教理。特にカルバン主義神学を明らかにした、ドルと信仰基準のご特質の一つ。この教理は、アルミニウス主義の不特定の食材と対立する。聖書箇所は、ヨハ十時十五分、エペ五時二十五分である。絶対者が、 すべての人を愛されるとは、神が特定の先民をすべて愛されるという意味であり、他の人は、神の特別の愛が与えられず、一般恩寵しか受けない。キリストの十字架は、すべての人を贖われたのではなく、選ばれた者だけを確実に贖われた。キリストの贖いは完全であり、すべての人を贖われたのであれば、万人が救済されてしまうが、滅びる、者らがいる。 第2コリ5時14分 -15 のすべての語もすべての選ばれたものの意味である。神は特定の人のみを愛され、特定の人のためにのみキリストは死に、特定の人は神から精霊を送られ、精霊によって罪に対して死ぬことができる。ローレン・ベットナーはキリストの十字架により滅ぼされる人を含めて、 すべての人が何らかの恩恵を受けることを否定していない。アルミニウス主義は限定的食材を否定する。パーマーー7 0から72パーマー P73 から78パーマー P78 から82ベッドナー。カルビン主義予定論 P167 から171パーマー P82 から86ベッドナー。予定論 P172 から173。 ありがとうございます。